そう、俺がガネーシャだ。知っているよ、ガネーシャ。体の調子はどうだ、シャクティ。この俺が見舞いに来たぞ。もうとっくに感知している。あなたも分かっているだろう。私はもう動ける。なぜこんな場所に何日も押し込んでいるのか、理由を教えてくれ。シャクティは最近働き詰めだったからな。俺のファミリアが超ブラックだと誤解されないように、この際とことん超療養をしてもらおうと。ガネーシャ、整理する時間が必要だと感じた。特に俺の口からゼノスのことを聞いていたお前にはすまなかった。無茶を押し付け、お前に負担をかけて。謝らないでくれ、ガネーシャ。至らなかったのは私たちだ。あの時モンスターの暴走を押しとどめることができなかった。シャクティ、何を感じた？ゼノスと対峙して。強い怒り、そして共感。モンスターを捕らえ、売りさばいていたというイケロスファミリアの話を聞いた後、はっきりと理解した。テイムを試みる中で感じた、あの得体の知れない共感の正体を。うん。私たちと同じように、あのモンスターたちも同胞のために生かれるのだな。ガネーシャ、整理が必要だというあなたの判断は正しい。私は今もうろたえている、あのようなモンスターがいることを。そしてイルタたちがあのような存在を知り迷ってしまうことを。一瞬の瞬瞬が仲間の命を奪ってしまうことを恐れている。シャクティ、ゼノスを見捨てるべきか救うべきか選択を迫られれば、私は前者を選ぶだろう。ネオ・ガネーシャへの道のりは険しい。一体何の話をしているんだ。俺はまだガネーシャだ。ウラノスたちには悪いが、今ばかりは子供たちの安全が最優先。ゼノスの捜索に我々は関与しない。ガネーシャ、代わりに彼らと冒険者の間で衝突が勃発しようものなら一般市民を守る。我々は子供たちの笑顔を守る。どうだ、いけるか。ああ、もちろんだ。よし、警備の人数を増やし都市中に行き渡らせる。俺も出よう。超愉快な姿を見せて市民の不安を払拭するのだ。いや、それはいい。あなたはおとなしくしていてくれ。ガネーシャ処分。しかし気になるのは他の神々がこの事態をどう受け止めているかだな。